神宮寺雄太に国民栄誉賞をあげたい。金プリ脱退組が干されないのはこうしたいい策ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・リンチェの神宮寺雄太がファンから国民栄誉賞ものものいい。などと称賛されツイッターでトレンドワード入りする事態が起きた。 新 CM が発表されるタイミングも重なって、注目度が急上昇しているようだ。神宮寺が絶賛される発端となったのは、メンバーの長瀬角のラジオ番組での発言。2ニ日ニアに放送された、キング・リンチェ・プリンスのゴサーコドアジオカーテーン・レイディー・オー・ゴーデンで、長瀬がメンバー5人でプリクラを撮影したと明かしたことだったタップ。 長瀬によると、メンバー全員でアミューズメントパークでロケをした時、帰り際に神宮寺が急に、おい、プリクラアンぞ、5人で撮ろうぜ、と言い出したという。その提案に乗って5人でプリクラを撮り、最後の落書きコーナーで、絆、ずっともうちらしか勝てん、やばい、ハート、といったワードを書き込んだそうで、長瀬は、落書きのクオリティがひどいですね、と笑った。 さらに、平野氏用が、万事最強、と書こうとするも、今日の字が文からなったのか、万歳し、と書いてしまったというエピソードも明かされた。長瀬、神宮寺、高橋山の三人は、この時のプリクラをスマホの待ち受け画像に設定しているそうで、長瀬は、ずっとも、と書かれたプリクラを待ち受けに使っているという。長瀬は、機会があったら見せられたらいいな。 と、いずれプリクラを公開するつもりがあることを示唆した。キング、リンチェワヘや神ジングージ、シユータの3人が5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場、しは秋に退場すると発表発表。残った永瀬と高橋の2人でグループを継続する。 一部ではメンバーの船仲説が報じられたことがあったが、そんな憶測を完全に吹き飛ばす仲良しエピソードとなった。これに対して、ツイッター上のファンからは、5人で振りクらって見事すぎる、エモい。絆とかずっともどかなけるよ船仲説とか、流してたのはスイこんなに仲良い,いグループないよ、などと歓喜の声が殺到。 同時に、プリクラ取ろうって言い出した神宮寺君に国民栄誉賞をあげたい。神宮寺君ありがとう。神宮寺君の発想マジ天才といった神宮寺への感謝のツイートが相次いだのだ。さらにファンの歓喜は続き、神宮寺が女優の吉高し由里子や知念ゆり、へい、せジャンプ。 と共に出演している久光製薬の微塩薬、アレグラ FX の新 CM が公開されることが3日に発表された。新 CM は巨大アレグラ人ゲンルと題され、6日より全国オンエアが開始される。脱退が決定しているメンバーは新規の仕事がなくなるのでは、 と危惧されていたこともあって、新 CM の放映はファンにとって嬉しいサプライズとなったようだ。脱退退場が決まったメンバーについては徹底的に干されるのではという見方もありましたが露骨に CM をおろされたり番組出演が減ったりといったことはなく、5月までそれほど変わりなく5人で活動ができそうです。ジャニーズ事務所は2019年厚生取引委員会から 退除したスマップ元メンバー3人の番組起用を妨げるような働きかけがあった場合は独占禁止法違反につながる恐れがある、と注意されたことがあり、次にそのような疑いが持ち上がれば注意、で済まない恐れがある。そのため、金プリの脱退メンバーを露骨に礼遇しないようにしているのは、コートリー対策では、と皮肉る声も、 しかし、いずれにしても5月までファンは安心して応援することができそうです。ジャニーズに詳しい芸能記者。今月22日にはトウェルフスシングル、ライフゴーズオメイヤー・ヤングがリリースされるが、爆発的な予約数となっているようで、一部メディアでは予約段階で70万枚に届きそうな勢い、と報じられている。 昨年は前作シングル、月読み、彩りがミリオンセールスを記録し、オリコンの年間シングルランキング1位となる大ヒットとなったが、それ以上のグループ史上最大のヒット作になる可能性がありそうだ。ファンの応援は日に日に加速しており、さらに一連の騒動や歌番組での圧巻のパフォーマンスによって注目度が上がったことで新たにファンになる人も増えている。 5月22日に残念ながら5人体制は終わることになると見られるが、それまでキング。リンチェはファンと共にアクセル全開で駆け抜けていきそうだ。ーだ平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。